ゾロターン MG30 機関銃はドイツのレイス・シュタンゲによって設計された空冷式機関銃である。1930年代に様々な軍隊で運用された。ドイツの航空機関銃 MG15 や MG17、汎用機関銃 MG34、MG42 の原型となった。その優れたメカニズムは後の機関銃に多大な影響を与えている。 第一次世界大戦後、敗戦国ドイツは、ベルサイユ条約によって新たな自動火器の開発を制限された。そこで、スイスのゾロターン社を資本買収してダミー会社とし、そこを隠れみのに連合国管理委員会の監視の目を逃れ、新型機関銃の開発を行うことにした。設計は、ドイツのラインメタル社が行い、部品は、オーストリアのシュタイヤー社が供給した。 ゾロターン社では部品の最終的な組み立てと射撃試験が行われた。1929年、最初の実用的な機関銃である MG29 が完成した。しかし、バイマル共和国軍が並行開発していた MG13 を採用したために MG29 はどこにも採用されなかった。S2 から100は1929年から1930年にかけて、 極小数が製造された。S2 から100は S2 から200に改良される。S2 から100と S2 から200の違いは、S2 から100の方は、フラッシュハイダーが付いておらず、バレルジャケットの冷却口が細長く、S2 から200の方は重傷を素早く分解して、取り外すことができた。 1930年には S2 から200の使用弾薬を 8X56mMR に変更した MG30 が完成した。MG30 は1930年にオーストリアに M30S として、翌1931年にはハンガリーに 31M ゴーリオススロとして正式採用された。2000から3000兆の 31M がハンガリーによって、 購入された。トリガーガード前方位置に回転可能な前傾したバーティカルフォアグリップが追加されているのが 31M の特徴である。ドイツへのオーストリア併合後、オーストリアの MG30S はドイツに引き継がれた。その他にエルサルバドルが使用弾薬を7 x 5 7 m m に変更した使用の MG30 を47兆注文した。本銃の設計は 重心冷却は空冷式、作動機構は小鳥コイル半導利用式である。丸い穴の開いた重心機塔は単なる円筒パイプではなく根元が太く厚くて先に行くに従ってテーパーがかかって薄くなっている。この生産性を阻害する凝った作りは MG34 にも引き継がれている。球団はバナナ型マガジンを10本体の左側面に水平に刺す。 ベルト球団方式には多用していないので、継続射撃能力はそれより劣る。初期に開発された、機関銃である MG-13 と MG-30 がマガジン球団方式のみなのは、ドイツがベルサイユ条約で、ベルト球団方式機関銃の開発を禁じられていたためである。本銃の最大の特徴は、回転ボルト閉鎖方式を採用したことである。 ボルトを固定するためにロッキングリングを用いており、それは重心延長部の末端に位置している。ロッキングリングの内側には、ボルト後部に切られたラグと噛み合う。ボルトの交代を妨げるためのネジ山として、6つのロッキングラグが配置されている。ボルトを固定したり開放したりするリングのローテーションは、リングの外側に取り付けられたローラーによって制御される。重心と、 ボルトが結合し一体となった部品が交代中。これらのローラーは、レシーバーの中に斜めに切られた噛む道をたどる。これによって、リングが回転し、重心とボルトの結合が解け、ボルトだけが、さらに交代し、廃斎やする。交代したボルトは圧縮された複雑バネの力で、前進し、次弾を装填し、重心と再結合し、重心を元の位置へ戻す。本銃は、 比較的簡素な衣装で大部分の部品は円形断面である。バレルジャケットの延長上に感情のレシーバーがつながっている。コッキングレバーがレシーバー右側面にある。重症内には管があり、また座バネとそのガイドが収納されている。重心は MG34 と同じく容易に交換が可能である。トリガーにはセミオートとフルオートの選択機能がある。 トリガーの上半分のくぼみを引くと、セミオートで、下半分のくぼみを引くと、フルオートになる。この機能は、MG13 や MG34 と共通する。MG42 のトリガーには、この機能はない。あというか、加砲全部の突起は、射撃時にトリガーを引く手とは反対の手であというかを押さえて保持するためのハンドレストである。これは、MG34 や、 MG42 にも引き継がれている。付属する二脚化は折りたたみ可能で軽機関銃として運用するときに使用する。三脚化に乗せることで重機関銃としての運用も可能である。ラインメタル社は MG30 を航空旋回機関銃 MG15 として設計し直し、MG15 はドイツ空軍に採用された。主な変更点は、 マガジンの球団口を上面に変更し、75発入りサドル型ドラムマガジンを使用し、狭い爆撃機内で取り回しの良いように重傷を取り外したことである。さらに、1936年には航空固定機関 10MG17 に発展する。これは、ドラム球団に加えてベルト球団機能を追加し、発射速度を毎分1200発に向上させ、 プロペラ同調装置をつけたものである。1942年頃には航空機関砲は劇的に大型化、大口径化し、これらの 7.92mm 級の航空機関銃は力不足となった。そのため、お役御免になった機銃たちは航空機から降ろされて空軍地上部隊などで対空機銃化に乗せたり、二脚化や簡易な金属パイプ銃傷をつけて、 陸上兵器として用いられた。ありがとうございます。